ロベール・ゲラン、ロベール・ゲラン、ロバート・ゲリン、1876年6月28日から1952年は、フランス出身の人物で、国際サッカー連盟の初代会長である。フィファ会長に就任した時は、まだ28歳であった。フィファ会長の任期の1904年から1906年の2年間で、英国本土4協会を含む8協会が、フィファに加盟した。 以下の記述は、FIFA 公式 HP の歴代 FIFA 会長ページロバート、クエリンの記述及び、各書籍の資料に基づく。出典は FIFA 以外の資料のみ知るす。ロベール・ゲランは、フランスのル・マーティン紙で、ジャーナリストとして活動する一方、フランスのスポーツ統括団体ユスフッサのフットボール、委員会幹事を務めていた。また1904年から1906年の間、 フランス代表の監督でもあった。1904年5月21日、フランス首都パリで、フランス、オランダ、スイス、デンマーク、ベルギー、スウェーデン、スペインの7カ国。ただし、実際は、スウェーデンとスペインは、会議に出ることができ、デンマークとフランスが代理したが集まり、フィファ設立の会議を開催した。同年月日までの日間で、組織名を、 国際サッカー連盟と決めた。当時、わずか28名の FIFA フフ総会は、フランスのスポーツ統括団体ユスフッサのフットボール委員会幹事のロベール・ゲランを初代 FIFA フフ会長に選出した。この時ゲランは28歳であった。任期はわずか2年だったが、その間に英国本土4教会、ドイツ、オーストリア、イタリア、ハンガリーの合わせて8つの国と地域の教会が、 フィファ設立翌年1905年に加盟した。誕生したてのフィファには実行力も資金もなく、パリの中心街のビルの一室で運営される組織だった。1905年、第2回フィファパリ総会で、サッカー単独の第1回世界選手権大会、後のフィファワールド化を1906年に欧州で開催することを決めた。 英国本土4協会を含む欧州の15カ国が4組に分かれグループリーグを戦い各組1位がスイスで決勝トーナメントを戦う計画だったところが当時は交通機関が未発達な状況でさらに経費負担も含めて代表チーム編成も困難な国が多かったまたそもそも各国のサッカー協会も確立されていなかったスウェーデンやスペインは サッカー協会が十分確立されておらず、ゲランのフランスに至っては、サッカー協会が一本化されておらず、いつに、それぞれの協会が、フランス代表チームを派遣してしまったこともある、ほどだった。そのため、参加国が集まらず、ゲランは、責任を取って1905年 FIFA フフ会長を辞任した。ゲランは、FIFA 会長に就任する前から、 国際ルールの制定などに尽力していた。しかし、任期の途中からは業務を部下に代行させることが多くなり、次期会長の決定等にも関与しなかったと言われ、会長退任後は、スポーツの舞台から遠ざかった。ゲランをはじめ、フィファ役員は当初は一国一協会一代表を原則としていたが、次のような経緯で、地域の協会及び代表チームも認可するようになった。 フィファ創設の翌年1905年にイングランドが参加するまではサッカーの母国としての優位性とイギリス以外の国との格段の実力差を主張したイギリスはフィファに参加しなかったサッカーの母国としての優位性とは世界に先駆けて次の活動を行っていたことである近代サッカーは1863年のイングランドサッカー協会 f a とロンドンの1クラブによる統一ルール作成により誕生し、英国本土に広がり、大英帝国の船員、鉄道技術者、水兵たちなどによって世界中に広がった。さらに1882年に英本土4協会は国際大会を開くために統一ルールを作る団体、国際サッカー協議会を組織した。翌年1883年から、 英本土4教会が参加するブリティッシュホームチャンピオン i o n 当初はホームインターナショナルチャンピオンシップと呼ばれる世界初のサッカー単独の国際大会を毎年開催することになったこのように英本土4協会は FIFA 設立以前からそれぞれが独自に活動していたイギリス以外の国との格段の実力差とは当時すでにプロリーグがあったイングランドのアマチュアチームが オランダやフランスに遠征しても、相手チームに対し二桁の得点を上げるほどの実力差のことである。従って、イギリスには A 本土4協会以外の国と国際試合を行う、必要性はないので、他国との国際試合を行うために FIFA のような組織に参加する必要はないという主張であった。もともとサッカー単独の世界選手権大会。 後のの FIFA ワールドカップを開催することが当初からの目的戦術の通り、実際に英国本土4教会 FIFA 加盟の翌年1906年、開催決定したの一つだった FIFA は、サッカーの国際ルールを制定した近代サッカーの母国であり、自他共に認める、当時のサッカー最強の国イギリスを FIFA に加盟させるために、イギリス教会として包括的にではなく、 英本土4協会を個別に承認した。以降、FIFA は一定の自治を行っている地域の協会も公認するようになり、今日に至っている。2018年4月18日時点で全211協会が FIFA から認可されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。